いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はトレーラーのバックを克服できる、編をやっていきます。何回かバックの紹介は動画の中でやらせていただいたんですけど、またさらに、分かりやすく教えたらいいなということで、今回軽自動車プラス軽トレーラーのワンセットでレクチャーしていきます。まずそのバックをする前に基本的に押さえとかなきゃいけないことってあるんですよ。まあ今動画に流れているのが前進で進んでいるものなんですけども、これとバックどう関係あるのかなっていうことで、最初に説明するのは、お尻のタイヤの軸がどこを通るかっていう把握をしなくちゃいけないんですね。でこの後撮影していくんですけども、この一番後ろのトレーラーのメインになるタイヤですね、主軸が、コーナーカーブのイン側、一番イン側につく一瞬めっちゃ入るところがあるんですけれども、この感覚をまず掴むことが大切です。スローモーションでやりますけども、自分の通った軌跡の10センチ内側をこういう風にタイヤが通るんですね。なのでこれをまず念頭に置いてバック編に進むという感じです。次に押さえるべきポイントを説明します。次に押さえるべきポイントっていうのは、今からこのまま左バックで入っていくんですけども、基本的には右バックで練習しましょうということですね。これ今左バックなので難易度が高いんですよ。このバックの方法ではなくて、右からお尻を入れていくようなバックをやれば結構比較的簡単に入ります。この際に左バック右バックともに共通するのが、まっすぐにすることをできるような、感覚でバックしていくとうまくいきます。これはどういうことかというと、これはミラーで見るアップするとすごくわかりやすいんですけど、トレーラーが消えたってことは逆側、右にバックしてるときに消えてしまったら左に折れてるってことですよね。後者場合はトレーラーが常に見える位置でバックすることが望ましいんですよ。ということはハンドルを微調整するのは、このミラーから見えるか見えへんかをずっと固定してバックできるかで、ロングなバックも可能になるということです。こういうふうに、ミラーから画面箱が消えましたけども、後者場合は逆側、左のミラーと逆側が折れているので、まっすぐにしたかったら右にハンドル切るだけなんですよ。で今これ目視で、右側を見ているんで、折れてる感覚が、しっかり分かってるんですけども、これを分からないと、自分がどういう風に折っていってるのかがこう不明になるために、安定してバックができなくなっちゃうって感じです。なのでこういう風にちょっとだけミラーが、箱が見えてると思うんですけども、これをキープしてバックすることだけ考えたらいいんですよね。別にバックが難しいのは逆ハンドルとかそういうのではなくて、このまっすぐバックするのが難しいだけっていう感覚です。なのでこれがちょろっと見えてる感覚でひたすらバックするだけで、そんなに、大層なぐらい難しいというもんでは実はないんですね。この先は、これ以上折れたらもう曲げられないよみたいな、感覚がどん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 分かってくるんですね。なのでその時はもうこれ以上行ったらダメかなっていう時に一旦前に出るだけっていうシンプルな感じです。そして次のポイント、これからが大事ですね。これが分かれば絶対できます。まずミラーですね。隙間があるうちはリカバリーができるって覚える、これだけです。消えたらバックできないんですよ。もうそれ以上ずっと折れちゃうんで。なのでバック時はミラーの範囲内にお尻を移すっていうのが最初はいいと思います。こういう感じで、ミラーの後ろからテールが消えてますよね。この時はもうリカバリー不可能なんですよ。いくらハンドルを切ってもダメです。そしてこれはまっちゃんに初めて乗さした動画です。本当の初挑戦なんですけど、口だけで誰でもバック可能です。で重要ポイントは、折って駐車したい場合はまっすぐ平行につけるのではなく、斜めもしくはへの字折りでスタート。そう、ヘの字に角度をつけてハンドルを切って下がるんではなくて、
ハンドルはまっすぐのままでいいんですよね。ハンドルまっすぐでセルフ降りさせていくって感じです。すると、勝手にトレーラー降りていくんで、折れすぎたなと思ったら左に切るだけっていう感じですね。この場合は右にバックする場合は、折れすぎたなと思えば右に切れば、補正ができます。なのでこれだけを重点的に練習するだけで綺麗にバックができるようになっていくんですね。外から見るのと中から見るのと違うと思うんですけど、この説明だと中も外も一緒なんですよ。なので折り切れてない場合は逆ハンドルで折るとか、まあそういう風にしてます。でこの角度はデッドライン。こっからはもう左右どちらになってももうどっちにもいかないんで、ひたすら折れ続けるだけという最悪なケースになります。でここでゴネタも全然もう入らないので、そうした場合は一回バックしてしまってまっすぐ右にハンドルを切って出た方が勝負が早いって感じです。ちっちゃい俺のエッセンスはね、ハンドルをこう小刻みにね、左や右やって動かせばできるんですけど、ここまで折れちゃうともうダメなんですよ。なので距離がいるって感じですね。戻るのは戻るんですけど距離がいるんですよ、短いので。なのでこの舵が効かなくなった状態ではもうダメなので一旦前に出ようという話です。でこれを一旦前に出てまっすぐ下がる、平行に下がるってことだけを考えればトレーラーのバックってそんなに難しくないのでっていう感じです。で最後のポイントが駐車スペースの平行をいつも考えようということですね。これだけで大丈夫です。平行を考えれば人間なんで、それを補正しようと思って、やっていけるんですよね。なので最終的に顔を出すなりして、車両をまっすぐに下げていくことだけ考えたらいいです。この手のトレーラーは手も動くんで、もう少々斜めっても最後切り離してね、やってもいいですし、広い駐車場であれば、まあ、1、2回切り返したらまっすぐ入ると思います。というわけでこれで最後のまとめに行きます。